てめえ頭かち割ってやる。わーすげー、かち割れそうになったね俺女の顔は忘れないんだよかっこいい。TM ネットワークの宇都宮隆さん、子供産んだら隆って名前付けたいって本当に思って、なんで外さないんですかって聞いたら、俺シャイなんだよねって。うわかっこいい。大石正義と鈴木愛理のアニソン神曲カバーでしょでしょ。わーん、アイドルの上目遣い。はい、あーウィンクもいただきました。どうもアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。そして見つかっちゃった鈴木愛理です。あらごめんなさい、似てなさすぎて私も伝えたい今のセリフで分かった人は本当にありがとうって感じなんですけど、うんうん、めっちゃ関わる方がいます。すごい大好きなの、ね、作品愛がありすぎて似てないことがすごく苦しいでしょう、うん、こんなにしゃがれてなかったってさあ今回はこちらの方にお越しいただきました。どうぞ。こんにちは、黒沢智代です。生きてこそ巡り合い、新しい何かが生まれる。でも前はもっと美味しそうに食べてたんだよ。あったかくなったら私も山梨遊びに行くよ。りんちゃんみたいに頑張って原付でさ。僕の黒沢さんのイメージ、本当演技力、うん、その一言に尽きるなっていう感じなんですけども、見てくださってるんですか。見てますがな。嬉しい。可愛いキャラクターから迫力満点のキャラクターまでいろいろ演じ分けされてると思うんですが、少しだけ披露していただいてもいいですか。いいでしょうまずは可愛らしいキャラクターから、うん、嬉しい、可愛らしい声が特徴のアイマスの、はい、ミリアちゃん、お願いしてもいいですか。はい、ちょっと久しぶりに。ミリアね、頼れるお姉ちゃんになりたいんだ。すげえ。急にやっぱり、やっぱまとめ方が違うわ。さあ続いて、超攻撃的女子、うん、はい、ワンピースのウルティね、うん、お願いしてもいいですか。あちきのベータンいじめんじゃねえ、てめえ頭かち割ってやる。わーすげー、待って、かち割れそうになったねすごいね。すげー、俺は悪いことしてないのにすっごい怒られた気分になった。ねえ、すごい振り幅、ね、じゃあまずは子役デビューから、小学校時代ですが、こちらです、はい、CM 出演を目指して芝居に邁進、舞台奇跡の人に出演し役者の魅力にハマる。へー、3歳で児童劇団に入団して、うん、グラタンの CM 出演を目指す、はい、グラタン。そうなんです、あのちっちゃい冷凍グラタンって分かりません？8個ぐらい入ってるやつ。美味しいよ。分かります、はい、あれが本当に好きな子供でこっそり食べちゃうぐらい、あまりにもグラタンを食べるから、母がこう CM を流れてるのを見て、この子たちは最後嫌いになるぐらい食べるんだよって。現実的なリアリストですね。そう、もう明日からはグラタンの具の字も見たくないっていうぐらいたくさん食べるんだよって言われて、やるっきゃないと。やるっきゃないと。でしかもその時はグラタンの CM をやったらグラタンが毎月家に届くと思ってたんですよね。おそういうのをちょっと目指して映像の仕事頑張ろうと。かわいいですね、食いしん坊そんな劇団に入団した当時の様子があるそうです。こちらです、はい、あかわいい、かわいい。え、ちょっと待って、どんな服これはですね、初舞台の時の舞台衣装なんですけど、瀬川栄子さんが魔人の役をやられてる真田喜劇物語っていう舞台で、コマ人の役をやった時に、コマ人、めっちゃ可愛い。これで命くれないを歌うっていう命くれないって今は亡き新宿コマ劇場で、すげー渋い子さんそして、はい、小学校1年生の時、うん、舞台奇跡の人に出演と、うん、多くの役者さんと出会い役者の魅力にハマると、はい、はい、
この奇跡の人という舞台が伝説のキャスティングの回ででして、アニー・サリバンが大竹しのぶさんで、はい、ヘレン・ケラーが鈴木杏ちゃんで、木村みどり子さんだったりとか、吉田鋼太郎さん、長塚圭史さんとか、もう今となっては全員揃うなんて考えられないぐらいの面々だったので、まさに奇跡だ。そうなんですよ。確かに。で、6歳7歳で奇跡の人に出させていただいた後、全然鋼太郎さんとは交流がなくて、ずっと、21ぐらいの時にスタジオのエレベーターに乗ったら、後から鋼太郎さんが入ってきて、何階ですかって言ってくれて、鋼太郎さんだと思ったんですけど、まさか覚えてくれてると思わなかったんで、あ、1階でって言ってふって見てたら、すごいじーっと見てきて、ともちゃんって言ってくれたんですよ。すごい、俺女の顔は忘れないんだよ。かっこいい。かっこいいですよね。言ってみて。そんな鋼太郎さんとのお写真があるそうです。こちら、うん、わー素敵、素敵。一生懸命こう勇気を振り絞って連絡先を教えていただいて、舞台を見に行かせていただいた時の写真なんですけど、でその時までに私の経歴を全部調べていてくださって、うん、自分が座長をやってる公演に出てみないかとお声掛けをいただき、でそこでびっちりばっちりしごいていただきました。そして小学校6年生の時には音楽ユニット、はい、サウンドホライズンに参加、うん、超有名歌手と仲良くなるとありますが、うん、有名歌手誰なんでしょう、ね、気になっちゃう。あの TM ネットワークの宇都宮隆さんなんです。宇都宮隆さん、はい、小さい私に丁寧に接してくださって、ご飯に行くとなったらやっぱり大体の方はちょっとお預かりしますねって、じゃあ何時に迎えに来てくださいってお母さんが迎えに来るっていうのが多かったんですけど、子役の時は、うん、宇都宮さん、宇都さんだけは絶対母親分の料理も用意してくださって、一緒に行って。今でもじゃあ関係性は続いてる。そうですね、やっぱ時々連絡は取るんですけど、うん、宇都宮さんとの写真もあるそうです。見たい。かっこいい。かっこいいんですよ。かっこいい。これいくつの時？私が大学1年生の時にラジオをやらせていただいたんですけど、うんはいはい、ゲストさんをお迎えする番組にしたいねということで、うんうんうん、一番最初は気心の知れた方がいいんじゃないかということで、うつさんにお願いして。初回ゲスト、はい、うつさんが来てくださって。すごい。だってもう写真見てください、距離感ゼロですよ。本当にもう大密着。そうね、今でもあのバレンタインとかクリスマスにメリークリスマスってメールをくださるんですよ。素敵じゃないですか。素敵。本当に私子供産んだらたかしって名前つけたいって本当に思って。愛理ちゃんとかもう実は仲のいい先輩とか頼りにしてる先輩とか。仲のいいと言ったら本当失礼ですけど、やっぱ鈴木雅之さんが一番そうかもしれない。そのメリークリスマスって送ってくださった。マジで素敵な方ってされるんですね、うん、メリークリスマスなんてマーチンさんからしか来ないですもん私。さすがラブソングの帝王やで。本当です。感動しましたね。さあ続いては中学から高校時代を見ていきます。こちらです。声優デビュー作で藤原啓治から熱烈指導、さらに地元が舞台のアニメにドハマりということですが、はい、中学校1年生の時に劇場アニメ宇宙書へようこそで声優デビューと、うん、共演した藤原啓治さんから指導を受ける。藤原さんとの共演された時の写真もあるそうです、うん、こちらです、ね、わー素敵。ちっちゃ、わーちっちゃいんですよ。藤原さんもいい顔してる。めちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいい。ケイジさん絶対アフレコ現場でもサングラス外さなくて、うん、マーチンさんと一緒ですね。本当ですか。なんで外さないんですかって聞いたら、俺シャイなんだよねって。うわかっこいい。これどんな指導を受けたんですか。この作品が私デビュー作なんですけど、はい、声優としては、はい、ちょっとやっぱり違うというか、やらなきゃいけないことが違う、うん、例えば誰かから何かを言われた時に黙って相手の話を聞いてる顔を舞台だったりとか、はい、映像では求められるというか、それにやっぱ私たちもグッとくるじゃないですか、うん、でもアニメでは誰かから何か言われて感銘を受けたらって言わなきゃいけないんですよ。そうか。言ってません？言ってますよね。で、それがいる？これっていう私と
いるんだってっていう刑事さん で実際やっぱりわからないので、じゃあちょっとやってごらんって言って、座る時になんかふざけながら、はい、って座ったらって言うでしょみたいな、そのタイミングで似たようなことを言えばいいんだよみたいな教えていただきました、いや、いい勉強。そっか、じゃあ藤原さんに教わった演技、うん、アドリブっていうのは、はい、はあはあとか、それふうとか、はい、よいしょみたいなこと。そうです、ね、転ぶ時のおみたいなとか。あ、ちょっと試しに、うん、愛理ちゃんの演技に合わせてアフレコとかしていただいてもいいですか。え、ちょっと可愛い動きができるかが心配になってきて。いやいやいや、もう思っちゃった今。それぐらいだったよね。気持ちよくなっていろいろしちゃったね。え、俺もできんの？え、できる、はい。マジで？やってみて。マジで？いいっすか？あ、もうぜひ。じゃあ同じような感じで。はい。そして中学校3年生の時には、うん、ブラックロックシューターに出演とありますけども、うん、この作品で初めてアニメにハマったと。さらに高校1年になって、うん、はい、坂道のアポロンや地元が舞台のアニメにドハマり、うん、はい、とあるんですけども、坂道のアポロンがいいアニメなんですよね。学生がジャズをするっていうアニメなんですけど、音も素晴らしいし作画も素晴らしいし、本当に私お正月に毎年見ちゃうんですよ。それ結構ヘビーなファンですね。楽器が演じるんですよ。そう、何気になるじゃない。でも本当最後のマイフェイバリットシングスが最高ね。最高なんだよ。どおー絶対見よう私も。いや絶対見てほしい。愛理ちゃんすごい好きなアニメだと思います、うん、本当ですか。思います、うん、見なきゃ。そしてその他にも地元が舞台のアニメにドハマりということになってるんですけども、はい、何の作品なんでしょうか。これは私の地元埼玉県秩父市が舞台となっている、うん、じゃん、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。すごいタイトル綺麗。完璧。あの花やっぱ秩父の人は好きなんですか。もうお話がそもそもやっぱりグッとくるお話っていうのもありますし、私の家が本当にあの世界の中に入ってるんですよ。え、どういうこと。家のドアを開けた時の風景が背中になってるシーンがあるぐらい。あ、そんな近くなの。そうなんです。私も中学から地元を離れてたので、雪圧と鶴子と同じように30分に1本しかない白い電車で、すげー、そう通学していたりとかして。いや素敵。大好き私も、うん。さらに番組スタッフからの情報によると、あの花の脚本家岡田真理さんとは知り合いだそうで。そうですね、真理さんのお母さんと私のおばあちゃんが割とよく会う関係で、秩父市って本当に美容室はここかここかここみたいな、 あんまりこう選択肢がないので、ネットワークがやっぱりあるので、あのエリアが被ってたっていう。そっか、真理さんの周りのことがすごく描写されてるってことなんですね。あの花、僕初めて聞いたんですけど。そうですね、多分マリさんが見てこれた景色を
とても多く反映してると思って、ただやっぱこう走っていく方向とかで、うんうん、そこはそこにはつながらないなみたいな、ちょっと歪め方を多分あえてしてくれてはいるんです、地元の人たちのために、うんうん、なるほど、守るためにね、その土地をね、守るために、へえ、その辺の気遣いもしてる、朝まで語れるわこれ。本当、ね、あの花私も大好きだから、ね、さっきも楽屋で見て泣きそうになったあ、やばいやばいって言ったらマネージャーさんにぐらい急に涙がきますよね。わかるわ。さあ、そんないろんな方々と交流のある黒沢さんですが、うん、過去に番組に出演してくださった大橋彩香さんと芹沢優さん、うん、朝香さんとも仲が良く大の親友なんだそうです。へえ、大橋彩香ちゃんって仲いいんだっけ。はい、すごい仲いいです。めっちゃ似てる、めっちゃ似てる。これは仲いい人しかできへんやつ。うわ、似てる。お久しぶりです。お久しぶりです。この間ありがとうございましたね。ありがとうございました。めっちゃ似てる。すげえ、大橋さんと喋ってるみたいな。仲いいんです。仲良くないとそこまでコピーできないもんね。うん、そう、お互い多分母親も会ってるぐらい、実家も行ったことがあって。マブダチだ。マブダチ。僕も大橋彩香のお母さん会ったことありますよ。あら、なんで？大橋彩香さんのお母様、僕のファンクラブ入ってたらしい。かなり近い、すごい。ハイタッチしたことあるらしい。これはね、まあまあ、最高ですね。らしいですよ。で、芹沢優ちゃんと仲いいのは僕よく知ってるんですよ。あのアイドルタイムプリパラっていう子供向けアニメで出演させていただいた時に、ゆうちゃんがレギュラーで出ていて、私が後からラスボスみたいな形で参加したのがきっかけなんですけど、私がいろんな時期を間違えまして、東京に家を失った時に、何そんな話、そんなことあるんです時に、いや私今実家から通っててさ、でもちょっとしんどいからホテル取ろうと思ってんだよねっていう話を、ご飯も行ったことない、ただ現場でちょっと雑談するだけのゆうちゃんに言ったら、じゃあゆうち来ればいいじゃん。めっちゃ似てるし、それ似てるし、ゆうの合鍵あげる、一緒に住もうよ。へえ。でワンルームの部屋に2週間、そんなに、そう、本当に泊めてくれて、へえ、そっから仲良くなってたんだ。そして朝香ちゃんとも親友なんですね、うん、そうなんですよ。あんまり回数は会ってないんですけど、うんうん、本当に毎日のように LINE が来る、はい、朝香ちゃん誰とも仲良くなるよね。だってこの前寝起きの顔の写真送られてきましたもん。最強な顔撮れたんで送りますって寝起きの自分のドスッピンの顔送ってきてくれて、私にもそれやるんですか、やばい、すっごいバラ撒いてる寝顔誰にでもやってる。大丈夫です、僕のところにはすっぴんの顔来てないんで大丈夫。それはそうでしょ、それは止めさせていただきたいと思います。でしょでしょ。さて、黒沢さんのアニメ愛たっぷり聞いたところで、続いてはこちらのコーナーです。黒沢智也のカバーでしょでしょ。さあ、今回この番組では黒沢さんに歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました。今回アンケートさせてもらったのは、黒沢さんがハマったアニメ、うん、ブラックロックシューター、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの楽曲です。ファンが選んだ神3はこちらです、うん、お、あ、シークレットベース、ブラックロックシューター、そして時代もいっぱいあるね、青いしおり、いやいいですよね、全部聴きたいな。それではこの神3の中から黒沢さんにカバーしていただくのは、茅野愛さんたちが歌う、うん、シークレットベース、君がくれたもの、10 years after バージョンです。おい、まさか自分が歌うやくるとはまさか自分がってことは、皆さんの前で歌うの初めてっていうことですか。初めてです。ただ初めてをいただいちゃって、キャッキュンです、キュンですさあ、そして今回大石さんにも歌ってもらいます、うん、はい、歌う曲ですが、黒沢さんからのリクエストがあるんですよね、うん、本当にいいんですか。何がですか。カラオケで歌うなんて正気の沙汰ではない曲ですそうですよね。あと一人で足りるのか。僕も音源を聞いた時、膝から崩れ落ちました。劇場版呪術廻戦、はい、ゼロの一途をですね、はい、私の高田ちゃんに免じて。お、そうだよそうだよ、タンタカタ、うわ出た、あー嬉しいね。ちょっとモチベ上がるわ。事前にも準備してきましたし、歌もたくさん練習してきたんで、途
ちなんだろう、こうやって歌うのか、歌う人なのか、こうやって歌うのか、どっちなんだろう、まあ、その辺はね、楽しみにしていただければというふうに思います。はい、それではお二人ともよろしくお願いします。それでは聞いてください。大石正義で一途、そして黒沢智代でシークレットベース、君がくれたもの、10 years after バージョンです。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、一途に見つめます、枠なんて必要ないの。グレートですよこいつは。すごい。でも本当に5年に1回ぐらいのペースで僕あるんですよ、なんかそういう引き寄せてくるタイミング。ウリュウ、まあ、シリーズがこの度アニメ化されるんですけど、なんと出させていただくことになりまして、そんなことある、なんか奇跡とか偶然すごく多いんですね。まさしくちょうど10年前がその日だったんですよ。びっくり、鳥肌鳥肌。そう